CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日も強い日本を作ろう、藤井聡先生と共にお送りしていきたいと思います。藤井先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、でこの強い日本を作ろうではですね、はい、日本、この間も言うてましたですけど、何が日本弱しとんやっていうのをちゃんと分かって、それやめなあかん、はい、あるいは改善せなあかん、はい、そうやないと水なんぼ入れてもザルで出てたら意味ないで、はい、みたいなね、話全開してましたですけども、今回はですね、もう日本を弱くしてる重要なお話、はい、これは先週お話しした、評判システム、はい、きちんとした代議士を選ぶための、評判システムっていうのを、うん、社会がきちんと持っておかないと、はい、ちゃんとした政治ができませんみたいな話を、うん、政治の哲学でお話してましたんですけど、はい、その関連で申し上げますと、この評判システムをこう破壊されてしまうと、これはもう日本間違いなく弱くなっていくわけですね。なりますね。はい、ちゃんとした政治ができなくなって、経済政策も、うん、軍事政策も、はい、防災対策も何もかもできなくなっていってしまいますから、はい、評判システムを保障しておかないといけないわけですけれども、うん、この日本を弱くするような評判システム破壊的なことをやっているのではないかという疑いを持っている重要な要素が、はい、これが何かというと、テレビです。テレビ。テレビ、ついにそこに来ました。テレビの問題です。はい、テレビの問題です。これはですね、古くは言いますと、抽象的にと言いますか、ちょっと広めに言うとメディアの問題ですよね。はい、うん、でメディアの問題は、これは今までも何度か引用しましたですけれども、アメリカの民主政治っていうね、はい、何回か前にお話したそのアレクシス・ド・トクビルさんっていう人が、はい、アメリカの民主主義めっちゃやばいやんけ、はい、みたいなことを言ってた。フランスの方でした。そうそう、フランスの人、アメリカってやっばー思って帰ってったっていう、でアメリカの悪口もぐちゃぐちゃ書きよったみたいなアメリカのことも結構分析したりとかしてるんですけども、うん、でその中でもう項目で、どうやら彼は新聞をよく発行すると、はい、だけどこの新聞というのがもう非常に世論に大きな影響を持っていて、はい、でこの新聞がおかしな世論を作ってしまうような方向になると、もう政治がおかしくなっていくと、はい、で実際そこは適切な情報が必ずしも書かれているわけではないということで、はい、こう当時の100年以上前の新聞のことを徹底批判、アメリカのよその人のくせにこう批判をこうするわけですね。はい、これはイギリスの政治哲学なんかでもよく言われてた議論ではあるんですけど、やっぱりこう当時からメディアが歪むと、これはもう政治がおかしくなると、とりわけ大規制統治なんかになると本当にもうおかしなことにもなっていくと、こう言われてた、もう古い問題なんですが、とりわけ今日重要なのはやっぱテレビで、はい、まだ痩せても彼でも新聞の場合はこう頭使いますから、はい、頭使いますか、そのなんていうかものを考えるわけですよ。もう字読むときに、はい、ちょっと頭使うと字読めないですか、うん、ぼーっとしてたらなんか単なるシミですから読めないわけです。イメージを自分の頭で作りますから、ね、そうそうそう、だからそれなりに新聞、あんだけボロクソされてる新聞でもまあまあ頭使っているので、はい、で実際我々政治心理学っていう研究をやっているとですね、なんだかんだって言います、何が正しいか正しくないは置いておきますけど、正しい政策と正しくない政策で惑わされてる人がこういて、誰が惑わされてて誰が正しい判断してるなんてこう分析するとですね、やっぱり新聞を読んでる内容によって、この新聞を読んでると正しいけど、この新聞を読んでると間違えてるっていう項目もあるんですが、はい、面白いことに新聞読んでさえいりゃ正しい判断ができるけど、はい、新聞も読まへんような人みんな間違えてるみたいなこともあるんですよ。はい、だから新聞である程度頭使うっていうところがこうあって、はい、ところがテレビの場合はこうやって見ててもなんかわかるんですよ。わかるんですよ。イメージしないでいいですもんね。いる。面白いこの人。面白いって面白いみたいな。これでも情報が伝わってるんですよ。はい、で、あの人見たことあるわみたいなこうなるんですよ。はい、これはね、新聞の罪をもうアレクシス・ド・トクビル先生は散々怒ってあったんですけど、はい、そんなことで怒るなと、トクビル君と、うちらこんなんやで、でトクビルがマジか、うじくみたいな、そんなんがテレビなんですよ。うん、でこれでこうテレビがどれぐらい影響してるかっていうのをね、はい、やっぱりこう政治心理学をやってますと、いろいろと分析をするわけですよ。うん、で簡単な分析があります。はい、例えば2009年総選挙ありましたよね。あの時民主党ボロ勝ちしました。はい、ボロ勝ちました。で小選挙区制でも民主党がほとんど、8割とか7割とか8割民主党が議席を取っていきます。ところがですね、特定のテレビ局
だけに着目してそのテレビ局が、はい、あのフルネットでやっていない県と、はい、あのやっている県って2つに分けれるんですよ、はいはい、ほうほうほう、2つに分けてですね、はい、分析したんです、はい、あのまあ、この時はあの与党であった自由民主党さんの議席の取得率っていうのを分析して、はい、その結果がこちらです。こう出してください。ここね、データで、はい、今これね、はい、ここで出てる、はい、これ見てください。これね、テレビ A、 テレビ A、 テレビ A やない、テレビ A、 ね、テレビ A、 はい、非放送権と放送権、はい、ここ2つある、はい、放送権の自由民主党さんの議席取得率は 18%、 18%、ね、まあまあそんなもんです、はい、ね、テレビ、テレビ A、 非放送権 72% ですよ。ほとんど自民党が圧勝してるんですよ、はい、県によっては全議席取ってる県がいくつもあるぐらいです、はいはい、だからね、これは当然だから、あのこれは因果関係を示しているものではないですから、はい、あの政治心理学の論文として書くときには、そのテレビ局が流れるところの共通要因がどうたらこうたら、因果関係が逆かもしれないとか共通要因があるとか、まあそんな因果分析はまあやるんですけど、はい、まあこれ明らかですよね、はい、この差の中、この差を生んだ重要な原因の一つに、テレビをでそういう情報がどれだけ流されてたかということが影響してないとはどうも考えにくい、はい、ね、これ正確に言うとそういうことがあるわけです、はい、それぐらい影響してるんです。ですから、あの2009年の政権交代というものは、特定の、そういう、はい、メッセージが特定の放送局によって作られた可能性っていうのは、このデータを見るだけでは判断はできないですけども、このデータを見れば、その可能性を一回徹底的に吟味せな、検証せなあかんな、というぐらいに思うようなデータです、はい。あるいは次に面白いデータがあるんです。はい、これは、論文に、はい、これ論文に載せたかな、ちょっと忘れましたけど、はい、特定のテレビ番組、はい、これはタカジンのそこまで行って委員会、はい、これはもう直接データを取ったやつでね、はい、これ確かどっかで公表したデータかもしれない、はい、要さんあるうちの表の1個ですから、別にこれを狙ってやったわけじゃなくて、要さんあるうちのいろんなテレビ番組、ね、テレビタックルの分析やったりとか、はい、僕が時々出るノーマネーとかね、はい、あるいはなんかまあその行列のできるあれ見てたかどうかとか、はいはい、まあ、そういういろんなテレビ番組見てるのと、こう分析をこう報道ステーションもやりました、はい、こうそれでものすごい面白い結果やったんで、ここだけこう持ってきます、はい、でそれ と、橋本市長、はい、ね、橋本市長を支持しますか、はい、こう支持する支持しないどちらとも言えない、こう3択で選んだ、はい、それとの、まあ、クロス集計票、はい、タカジンのそこまで行って委員会をどれぐらい見てるんかということと、橋本さん応援してるんかということを分析しました、はい、これはもう2013今年です、はい、大阪で、はい、結果ドン、これです、ドン、見てくださいこれこれね、はい、全然見てない人はまあいるわけですよ、はい、そのまあテレビ見てない人もいますし、高人のそこまで行って委員会、僕も全然見てないですからね、はい、見てない人、これ支持する橋本さん支持層はですね 20% ちょっと、うん、大阪で 20% ちょっと、はい、すごいですね、うん、すごいですね、大阪で 20%、 それで毎回見る方おられるわけです、はい、毎回見る方 70% 弱ですよ、支持率 20% と 70% ですよ、はい、でよく見る人が 50% ぐらい、たまに見る人が 30% ぐらい、うん、なんかこう綺麗に線形関係が、うん、見れば見るほど橋本さん好き、はい、ね、そこまで言って一回、うん、これね、まあまあいろいろあるんやと思いますけれども、うん、ここまで影響、当然これ好きな人が見ているっていうのもあると思いますよ、はい、だからそれはあると思いますけど、この結果を生み出すのに、見てるから橋本さんが支持をするようになりましたという因果関係がないとは絶対思えない、はい、まあまあ到底思えない、もう考えられないですよね、はい、当然逆の因果もあるかもしれません、はい、ですから今で実際こういう状況の中で、この間の総選挙の維新の会の関西における、特に大阪の大躍進だったりとか、はい、うん、そういう意味でこの昨今のですね、数年間の選挙というものはテレビに大きく大きく影響されている疑義が濃厚なわけですね、はい、うん、これはもともと評判システムっていうのはこの間申し上げましたけど、はい、社会の力でもって、はい、あの人を信用できるとかどうやとか、なんかこうそういうフェイス2フェイスを軸とした、はい、この社会の力であの人やっぱりええ人やとか、うん、いうことで選ばれていった時に初めて代議制統治が機能して、はい、多数者の先制を避けつつ鉄人統治的な政治が新前美のもとにちゃんとした政治ができるという可能性ができるわけですけども、それをもう極端にもうぶっ壊してる可能性が、はい、
もうぶっ自民党をぶっ壊すみたいな時から、まあそういう傾向はあったかもしれませんけれど、はい、もう今評判システムがもうこれにテレビによってぶっ壊されて代議制統治というものが完全に機能不全に陥っている可能性が、まあ、あるんじゃないかな、はい、ということを示しているデータじゃないかなと思うわけですね、はい、ですからね、つながってますよね。あの先生に教えていただいている政治の哲学と、うん、やっぱり世の中を良くするためには究極鉄人政治がいいけれども、なかなかそれは鉄人がいないので、じゃあ代議制で、まあ、鉄人により近い親善美が分かる人を選ぶようにしましょうと、それには評判システムというものが社会で機能しなければいけないんだけれども、 その評判システムをこのテレビとかのマスメディアがかなり潰してしまっていると。もう酒持ってこいも酒持ってこいもみたいな話ですよ、ほんまにね。いや、あの、いや、もうまさしく同感でして、はい、ですから私このインターネット番組を通じてですね、うん、まあ我々少数者かもしれませんけれども、正しいと思うことはやはりね、うん、先生にも協力していただきながら少しずつ発信していって、インターネットですから、まあ、誰でも見れるじゃないですか。だからこれ無料にこだわってですね、あのテレビが無料でどんどん流れるので、であればこういう情報も一方で頭に入れていただきながら、テレビを見るなということじゃないんですよね。見るときにはちょっと、ね、あの警戒というか、うん、あのなんていうかね、ある程度防衛意識を持ちながら、うんうん、そうですね、うん、こう完全にこうなんかこうダラダラダラとこう、はい、こんな感じで見ないってこと、こう見るってこと、うん、あ、それは嘘、あ、ちょっとええこと言うと、あ、こいつやっぱりおかしなやつやな、こう、これぐらいでこうテレビは見なあかんちゅうこと、はい、僕なんかもずっとお前こらみたいな話ですよ、はい、お前また嘘つきやってお前もみたいな、お父ちゃんもうみんなやめときも気分ある、はい、見とかなあかんでも仕事やからもうみたいな誰が悪いこと言うとるか、人となんか、ああ、腹立つみたいなこと、それぐらいの感じでテレビとも付き合う。わかります。だから、これはあのテレビ局さんとしては、今日申し上げた、はい、そのテレビ A さんとか、はい、高人のそこまで行って委員会っていうのは、はい、これはあのテレビ番組としてスポンサーのもと、何の法律的な問題もなくやってらっしゃる話でありますから、はいはい、そこで流されてるものを、我々がちゃんとこう、いや、これは信用できへんわとか、これ信用できるわとか、あるいはそんなもので政治を顔を決めるとか、そういう問題はないとかっていう人であれば、それで。まあいいわけですね、はい、ですからもうこの状況ですから、もうなかなかそんなものを規制しだしたらもうめちゃめちゃになりますからね、はい、だからやっぱり規制すべきは我々のテレビの見方をちゃんとこうしつけていく、うん、はい、国民側がしっかり自分のテレビの見る態度というものを、はい、形成していく以外には、まあ、基本道はないと思うんです。で、はい、もう一個重要な情報はこれはね、日本人は、まあ、これは新聞ですけど、まあ、マスメディアと言ってもいい、マスメディアに書かれているものを信用する傾向、はい、信用しますかって信用しますっていう人の数は、はい、欧米なんかの倍以上なんです。そうなんですよ。そうなんですよ。そうです。これがね、だからもう商売でやってはるわけですから、はい、それはスポンサーさんついてはって、はい、商売でやってはって、はい、そのスポンサーさんも、その番組、お前でやってることはもう金出したらみたいな感じでやってるわけじゃないわけですよ、はい、なんかこれ売りたいなみたいな、一人下がるとこれ売りたいなこれやっとこみたいな話で、コマーシャリズムでやっとコマーシャルなわけですから、はい、まあ金儲けですね、コマーシャルとこれ、はい、コマーシャルとこれ金儲けっていうか、はい、コマーシャリズムっていう言葉があるぐらいですかね、それでやってはるんやっていうことをちゃんと理解して、ね、だからそれはね、一概にテレビ局側だけを否定するようなもんでもなくて、はい、やっぱり見る側がちゃんとしっかりと見ていけば、うん、まあ、いいんじゃないかなと、はい、っていうかもうそれしか方法思いつかないですよ、僕も。そうですよね。まあ、テレビ局側にもいろんなね、働きかけとかもあるかもしれませんけど、うん、まあ、本当に日本人がそういう大手メディアを信頼するパーセンテージは、僕がこの間調べた 70%、うん、そうなんですよ。欧米だったら本当に 20% ぐらいとか、ね、30高いところも30何本で、代わりにそのインターネットの方で情報を得る人が増えてきたということだったので、うん、それで私こういうことを始めたんですね。だからもうまさしく、うん、でインターネットっていうのはある種社会の力を使えるわけですよ、はい、そのたくさんの情報があるけれども、あ、この情報がいいって誰か言ってたから見るみたいな、はい、そうやってこう社会の力とこう合わせながらこうインターネットっていうのは活用できる可能性がいくばくかはあると、うん、当然ながらもうとんでもないことにも使えますから、うん、そうですね、何もかも来算できるわけではないですが、はい、まあ、こういうのがテクノロジーがあるという社会の中ではこういうような、まあ、やっていき方というか、はい、生きていき方というか、まあ、死に方かどうか分かりませんけどもう、まあ、あるんじゃないかなというふうに思うわけです ね、 ね、はい、強い日本を作るためにはメディアリテラシーをしっかり持ちましょう、はい、そういうことですね、もう何度も言われてるメディアリテラシーという話、はいはい、今日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。